多分最近予防接種、特に子どもの予防接種が非常に多くなりましたので、はい、この場をお借りいたしまして、どのようなことがやられるかということを皆様にご承知いただけてだいぶ思いまして、じゃあなぜこういうふうに増えたかという、この一つの、きっかけは、平成21年の1月から、これ、HIV の予防接種が認可されまして、開始いたしました。平成22年3月から肺炎球菌を開始いたしました。実はこの HIV、入るまで、たったこんだけしかなかったんですけども、諸外国 の予防接種の量っていうのはやっぱり非常に多く、日本はかなり立ち遅れておりまして、実はこの HIV の日本で出た時に、日本の近辺 の国で HIV のワクチンやってなかったのはそれまで日本と北朝鮮だけだという有名な話がございまして、そういう話でございまして、どんどんこれ次から次へと新しい予防接種がやるようになってきました。0歳児から6歳児未満までの、6歳までの子どもが入場時に行ってます。大体乳幼児に今行われている予防接種、大きく分けて、これ1番の定期予防接種というやつと、この下の任意予防接種というやつ、これ2種類ございます。任意予防接種なんですけども、この任意というのは、本人が希望する方だけにやるというのが原則なんです。結局、原則的にはこれは自分の費用は、これ定期予防接種というのは一切費用はかかりません。これちなみにこの任意予防接種というのは、実際に費用はかかるんですけども、ただ中国はいろいろ手厚く補助受けて補助いただきまして、この HIV と肺炎球菌とこれ全額補助、区の方から補助を受けております。それとこの水と水疱瘡ですね、水痘とタフカゼは一部補助受ける制度がございます。それで一つこの HIV ってじゃあ一体何なのかということなんですけども、これ HIV っていうのはもともとは病原菌の名前です。その HIV に対する予防接種なんですけども、実はちょっとこれ勘違いしてもらって困るんですけど、これ今中国で発行している母子手帳、母子健康手帳にはこれインフルエンザ菌 B 型っていうのに書いてあるんですけども、このインフルエンザ菌というのはいっぱいにこうしたらインフルエンザって書いてあるんですけど、一般的に我々がインフルエンザと言っている病気とは全然全く別な病気でございまして、これに感染すると特に乳児0歳未満にかかるところは非常に重篤な髄膜炎を起こす死亡率も高いような病気の種類ですから、それの予防接種ということです。これが現在今4回、それとあと肺炎球菌、実はこれ肺炎球菌も肺炎という名前ついてるんですけども、確かに肺炎を起こすんですけども、この肺炎球菌に感染したりしますと、これもやっぱり重篤な髄膜炎を起こす死亡率が実はこれ皮膚の菌より非常に高いんで、これもやっぱりこの皮膚と肺炎球菌というのは非常に怖がれている病気なんで、これもやっぱり4回の予防接種が必要です。それで最近ちょっとクローズアップされているのは B 型肝炎、これ B 型肝炎は昔からあるんですけれども、これも最近日本小児科学会でぜひやってくださいよという勧められている予防接種で、これ計3回。それとこのロタウイルスなんですけども、このロタウイルスって何なのかってことなんですけども、このロタウイルスに感染してしまうと、とても重篤な脱水を起こすのような重篤な下痢症を起こします。中にはそれで痙攣を起こしたり、それとあと入院を強いられたり、結構経過が重症の下痢で、もう1週間2週間、1日10回も20回も水溶分が出るような、とても怖い乳児の下痢症です。このウイルス、ロタウイルスに対して予防接種、これもちょうど1年ぐらい前ですか、去年の末ぐらいから一応ワクチンができました。これ唯一これ飲むワクチンです。これ全部これ注射であるとか皮下接種の注射なんですけども、これロタウイルスのワクチンだけは唯一経口生ワクチンです。経口飲むワクチンで、実はこれ3回と2回、過去2回2つなんですけども、これ2種類実はございます。これどちらを使うかっていうのはその先生 の考え方によって違うんですけども、とにかく3回ほど2回ほど2種類くらい。それとこの水疱瘡、水痘、これも以前1回だけだったんですけど、どうしても1回だけだと免疫がつかなくて、大体 50% から 70% ぐらいひょっとしたらしか免疫つかないんじゃないかということで、今現在はこれは2回法を進められております。大体2回やる時期なんですけども、1回目は大体1歳ぐらいですか、それとあと2回目はこれは色の専門家によって
だいぶ幅があるんですけども、大体1回目、やってから半年から、2年ぐらいまでの間にやってくればいいのではないかと考えられています。で次におたふかぜ、おたふかぜもこれは以前は1回だったんですけども、これも2回、これもやっぱり1回目が生後1歳の時で、2回目は少し幅を置いて、まあ、5、6歳ぐらい、ちょうどこの MR ワクチンが大体 1歳の時と、あと学校上がる前ですか、そのと同じ頃にやればよろしいのではないかと。それとあと、これインフルエンザ、これ毎年、まあ、やってから2回ずつ、子供ですから、1回じゃなくて、1回ずつ、2回ずつ、年にやっていかなくちゃいけないんですけども。それで、これ、ざっと、はい、どれくらい乳幼児期に、要するに6歳が学校上がる前で、どれくらい子供たちが予防接種をやらなくちゃいけないか、やるべきじゃないかということなんですけど、この定期予防接種で14回、この任意で18回、まあ、17回、これが2回の場合が17回、3回の場合18回、プラスインフルエンザの予防接種ありますけど、インフルエンザの予防接種が年に2回で、1歳から 6歳までやると12回で、これにプラス12回足すと、計44回、6歳まで、学校上がるまで予防接種が必要ということになります。ただぜひこれはなかなかご自分たちでプランを立てるの結構大変ですので、ぜひこのプランの立て方はかかりつけの先生にぜひ相談して、いつ何をやるかということを十分に相談していただければなというふうに思いますので、最後はと思いますのでよろしくお願いいたします。まあ、とにかく予防接種かなり増えました。子どもたちにとってはこんな痛い思いをするのはもう嫌なんですけども、ね、やはり健康を守らなくちゃいけないと思うので、我々子どもたちというのは我々社会 の, 宝でもございますので、ぜひこの予防接種するように進めていきたいと思います。